ます。それでは、ただいまより教育再生実行会議第十次提言の施行式を執り行います。それでは鎌田座長の方からよろしくお願いいたします。この度は、教育再生実行会議では第十次提言を取りまとめました。今回は自己肯定感を高め、自らの人で未来を切り開く子どもを育む教育の実現に向けた学校、家庭、地域の教育力の向上、こういう題をさせていただきました。で、家庭や地域の教育力の向上のためには、これは文科行政のみならずですね、福祉行政であったり、自治体行政であったり、また親が子どもと向き合う時間を確保するという意味では、産業関係の省庁とも密接な関連を有しておりますので、ぜひ文字通り政府一体となったですね、取り組みを進めていただきたいというふうに思います。また学校との関係では教師の働き方が非常に過酷になっているという指摘もございますので、部活動であったり、学校の事務の在り方、こういったものを見直すことによってですね、教師の働き方改革を進めていただいて、学校の教育力の向上というものに努めていただければというふうに期待しているところでございます。合わせて第9次提言までのフォローアップということに関しましては、例えば教育費負担の軽減、教育財源の確保といったように、まだまだこれから取り組んでいただかなければいけない課題もございますので、それについても取り出しているところでございますので、ぜひその総理の強い意志を持って、教えていただければと思います。撮影のためにしばらくお願いいたします。それでは安倍総理の方から一言いただきたいと思います。はい、鎌田座長にはですね、第10次提言を取りまとめていただき、また10時にわたる数多くの提言を取りまとめていただくことに対しまして、改めて厚本で申し上げたいと思います。またこの第10次提言は家庭、学校、そして地域、というですね、まさに子どもたちの教育の基本となる事柄についてですね、提言を求めていただいたと、このように思います。そして、今、政府としては、働き方改革に取り組んでいるわけでございますが、先生方の働き方改革も極めて重要だろうと思います。先生方が子どもたちと向き合う時間をしっかり確保し、一人一人の子どもたちに対して適切な指導ができるような環境を作っていくことも極めて重要であると考えております。しっかり